よろしくお願いします。ありがとうございます。インプリメンティングプラスプラスオペレーターステッピングイントゥーパースワイというタイトルでお話をします。しおいと申します。改めましてよろしくお願いします。今回の Ruby 会議でゴールドスポンサーをしております株式会社 SMS という会社で、普段はウェブアプリケーション開発のお仕事をしています。で、趣味でネットワークと構文解析の分野に興味があります。ところで皆さん、 Ruby にインクリメント演算子やデクリメント演算子が欲しいと思ったことはないでしょうか。で、インクリメント演算子というのはご存知の通り、このプラスプラスのことです。で、ちなみに私は今のところそこまでないんですけれども、まあ、とはいえ誰しも一度ぐらいはどうして Ruby にインクリメント演算子がないのか不思議に思ったことがあるんじゃないかなと思います。で、松本さんによると、これはインクリメントやデクリメント操作に対してオブジェクト指向のセマンティクスを定義することができないというのが理由だそうです。なので現在の MRI でこんなふうにプラスプラスと書いて実行しようとすると、構文解析の時点でシンタックスエラーが発生します。なぜこうなるのかは構文解析ログを見ると分かります。構文解析ログは Ruby コマンドを -y オプション付きで実行すると出力できます。変数 i イコール0、変数 i プラスプラスというスクリプトで試してみます。このログによると変数 i イコール0というところまではうまく解析できていますし、その後セミコロンを読み込んで前半の式はちゃんと終わっていることが分かります。で、問題はその後で、後半部分で変数 i を読み込んだ後プラスを2回続けて読み込みます。この時2回目のプラスが単行演算子のプラスとして判断されています。 MRI は単行演算子のプラスの後には数字が来ることを期待しています。なのですが、実際にはここでいきなり行が終わっているので Unexpected End of Input で構文解析が止まってしまいます。以上、プラスプラスがシンタックスエラーになる理由でした。なのですが、じゃあもしどうしてもプラスプラスが欲しいと思った時に我々はどうすればよいかというと、Ruby に新しい構文を追加するという挑戦が必要になります。ということで、この発表では私のような構文解析の専門家ではないプログラマーが MRI に新しい構文を追加したいと思った時に必要なことだったり、使える道具立てなどを実力ベースでご紹介していきたいと思います。で、なおですね、 MRI のパーサーはとても活発に開発をされていて、まあ、今回の Ruby 会議でもパーサーにまつわるたくさんのトークが発表されています。で、この発表では3月にリリースされました MRI 3.2.2 のソースコードをベースにお話ししたいと思います。フューチャーではなくてカレントの話をします。ということで、本題に入る前にまずは MRI による構文解析の仕組みを確認しておきましょう。 Ruby スクリプトは Ruby の構文として有効な一連のトークン列で構成されています。この例ではこのスクリプトは puts ダブルクォーテーション、 hello ダブルクォーテーションという4つのトークンから構成されています。で、 MRI はスキャナーという関数を使ってトークンを左から右へ一つずつ読み取ります。この例では puts というトークンが最初に読み込まれます。スキャナーはこうして読み取ったトークンの種類を判断します。トークンの種類のことをこの発表では記号と呼びます。この例では puts トークンは tidentifier という記号として判断されています。スキャナーは記号にトークンの実際の値を紐付けます。値はトークンを表す ID だったり、構文の材料になる R ノードだったり、いろいろあります。で、中には値のないトークンもあります。この例では tidentifier に値として puts というメソッド名を表すメソッド ID が紐付けられます。スキャナーは記号をパーサーと呼ばれる関数に返します。ここまでがスキャナーの主な働きです。パーサーはスキャナーから記号を受け取って構文規則を適用して構文義を作るという関数です。パーサーの中にはたくさんの構文規則が定義されています。構文規則はこんな感じのものです。ここには右辺と左辺が定義されていて、右辺には先ほどの記号、左辺には元の記号をより抽象化して表す記号が記述されています。記号が構文規則の右辺にマッチすると左辺のより抽象化された記号に変換されます。この変換のことを還元と呼びます。この例では tidentifier はオペレーションという記号に還元されます。あるいは tconstant と tfid という記号も同じくオペレーションに還元されます。還元前の記号に紐づく値は何か特別な処理がない限りは還元後の記号にそのまま引き継がれます。この例では tidentifier の値である puts メソッド ID がオペレーションに引き継がれます。で、オプショナルなんですが、構文規則には還元にフックして追加で実行する処理を定義することもできます。この処理のことをアクションと呼びます。
この例ではオペレーションが F コールという記号に還元される際のアクションが定義されています。でアクションの中では記号に紐付けられた値にアクセスすることができます。値はドルマークに数字をつけた特殊な変数に格納されています。この数字は還元前の記号の並び順を表しているんですが、この例の場合は還元前の記号はオペレーション1つしかないので、ダラー1という変数にオペレーションに紐づく値が格納されています。あとはドルマークを2つつなげた変数は還元後の記号の値を意味しています。アクションには還元前の記号に紐づく値を用いて R ノードを作るというような処理が定義されている場合が多いです。こういうふうにして作られた R ノードは還元後の記号に紐づけられます。この例では還元前の記号オペレーションに紐づくプッツメソッド ID からプッツメソッドの呼び出しを表す R ノードを作って還元後の記号 F コールに紐づけています。で2つ以上の記号がまとめて還元されることもあって、この場合構文規則は記号並びが正しいことも検証しています。この例では還元前に F コールとコマンドアグスという記号が並んでいることを検証します。記号並びが正しくない場合は還元されずにシンタックスエラーが発生します。ここまでがパーサーの主な働きです。でここまでにご紹介しました記号だったりスキャナーだったり構文規則というのは MRI ではご存知の通りパースワイというファイルに定義されているので、ぜひご覧ください。それではこれを踏まえて MRI にプラスプラスを実装する方法を考えていきます。まずこういう方法はどうでしょうか。ソースコードからプラスプラスを読み込んだときに、これをインテジャークラスのサックメソッドに置き換えるという作戦です。サックメソッドはレシーバーの値をインクリメントしてその値を返すというメソッドです。つまりプラスプラスをサックメソッドのエイリアスのように扱うということです。これを実現しようとするとやることが2つあります。まずパースワイにプラスプラスというトークンを表す記号を追加で定義します。その上でスキャナーがスクリプトからプラスプラストークンを読み込んだときにこの追加した記号を返すようにします。それから変数 i++ のようなスクリプトを解析するための構文規則を追加します。そのアクションの中でサックメソッドを呼び出すようにしたいと思います。早速やってみましょう。パースワイの中にはこんなふうに記号の一覧が定義されています。ここにプラスプラストークンを表す新しい記号を追加します。これを今回 tincorp という名前にしてみました。続いてプラスプラスを読み込んだときにスキャナーが tincorp を返すようにします。 MRI ではパーサー yyrex という関数がスキャナーとしての多くの処理を行っています。パーサー yyrex の中にはものすごく大きなスイッチ文があります。これはスクリプト上の文字を一文字ずつ読み込んで読み込んだ文字に応じて処理を分岐するというものです。このスイッチ文の中に読み込んだ文字がプラスだった場合の分岐があります。ここには例えばプラスの直前にメソッド呼び出しのドットがあった場合やプラスの次の文字がイコールだった場合、あるいはそれ以外の場合などにそれぞれどんな記号を返すかということなどが定義されています。ここに新しい処理を追加します。プラスを2回連続で読み込んだ場合 tincorp を返すようにします。スキャナーはこれで完成です。続いてパーサーに新しい構文規則を追加します。パースワイにはさまざまなパターンのメソッド呼び出しをサポートするための構文規則がこんな感じでたくさん定義されています。今回はプラスプラスをメソッド呼び出しとして扱いたいと思います。なのでこのあたりに新しい構文規則を追加することにしましょう。追加する構文規則はこちらです。プライマリーバリューと tincorp という記号が並んでいます。プライマリーバリューという記号はレシーバーを表す記号です。 tincorp はもちろんプラスプラスを表しています。この構文規則を追加したことによって変数 i++ のようなスクリプトが構文として有効になりました。続いてこの構文規則の還元時にインテジャークラスのサックメソッドを呼び出すというアクションを定義します。まず最初にスキャナーに対してこの式がここで終わったということを伝える必要があります。そうしておかないとスキャナーがプラスプラスの次の文字を読み込もうとしてシンタックスエラーが発生してしまいます。そのためにセットレックスステートマクロにエクスプレッションエンドマクロを渡して呼び出します。続いてサックメソッドを呼び出していきます。どうするかというと MRI には newqcall という関数が用意されています。これはメソッド呼び出しを表す R ノードを作るためのものです。今回はアクションの中でメソッド呼び出しと同等の処理を行うためにこの関数を使います。この関数は第3引数にメソッドのレシーバーを表す R ノード、第4引数に呼び出したいメソッドのメソッド ID、 第5引数にメソッドの引数を配列にした形、配列にした値を表す R ノードを受け取ります。ということで入球コールに必要な引数を用意していきましょう。
まず第3引数にはメソッドのレシーバーを表す R ノードが必要です。先ほどこの構文規則を構成するプライマリーバリューという記号には、レシーバーを表す記号、このプライマリーバリューという記号がレシーバーを表す記号であるとご紹介しました。でこの記号には値としてレシーバーのオブジェクトを表す R ノードが紐付けられています。でプライマリーバリューの値は変数$1に格納されているので、入球コールの第3引数にはこれをそのまま渡すことができます。続いて第4引数には呼び出そうとしているメソッドのメソッド ID が必要です。そのためにサックメソッドのメソッド ID を取得して、これを入球コールの第4引数に渡します。第5引数にはメソッドの引数を表す値が必要なんですが、サックメソッドには引数がないのでここには nil を渡します。最後に入球コールの開始であるメソッド呼び出しの R ノードを還元後の記号に紐付けます。これで実装の大枠は完成です。で早速動作確認をしてみましょう。変数 i に0を代入して i++ を呼び出すスクリプトを書いてコンパイルコマンドを実行してみると、コンパイルが成功してインクリメントされた値が返ってくるようになりました。ということでプラスプラスの実装は成功です。ありがとうございます。って思ってたんですけども、お気づきの方も多いと思うんですが、実はこの実装だと問題がありまして、サックメソッドはレシーバーインクリメントした値を返してくれるんですが、その値をレシーバーには代入してくれません。この例だと変数 i にプラスプラスを呼び出しても i の値自体は変わっていません。ということで残念ですが別の方法を考えていきましょう。今日こういう感じでいきます。で次はこんな作戦です。先ほどの実装はサックメソッドが値をインクリメントした後、その値をレシーバーに代入しないという点が問題でした。そこで値をインクリメントしてレシーバーに代入してくれるメソッドというものを用意して、これをサックメソッドの代わりに使うというのはどうでしょうか。そのためにやることが2つあります。まずインテジャークラスにプラスプラスメソッドという新しいメソッドを追加します。これインクリメントした値をレシーバーに代入するというものです。まず一つ前の実装、次にですね、一つ前の実装を修正してアクション内でサックメソッドではなくプラスプラスメソッドを呼び出すようにします。やってみましょう。でまず、インテジャークラスにプラスプラスメソッドを定義していきます。このメソッドは変数名を表す文字列リテラルとバインディングオブジェクトを利用して、その環境に定義された変数にサックメソッドの返り値をセットするというものです。この例ではローカルバリアブルセットを使っているんですけれども、変数名によって分岐させることができれば他の種類の変数にも対応できそうです。でプラスプラスメソッドは Ruby スクリプト上ではこんな感じで呼び出すことができます。引数にレシーバーの変数名とカーネルモジュールのバインディングメソッドを渡しています。これを実行するとレシーバーをインクリメントした値がレシーバーに代入されます。それでは先ほどのアクションを修正してプラスプラスメソッドを呼び出すようにしましょう。まずセットレックスステートマクロを呼び出すところと入球コールの第3引数に $1 を渡すところは先ほどと同じです。第4引数にはプラスプラスメソッドのメソッド ID を渡します。で、今回呼び出したいプラスプラスメソッドには引数が2つ必要でした。第1引数が変数名を表す文字列リテラル、第2引数がメソッド実行時の環境を表すバインディングメソッドです。これらの引数を用意して配列を表す R ノードの形にした上で入球コールの第5引数に渡す必要があります。まずはレシーバーの変数名を表す文字列リテラルを作りましょう。$1でレシーバーのオブジェクトを表す R ノードを取得できます。この R ノードのメンバーとして変数 ID を取得することができます。この変数 ID から文字列のバリューを作って、これをもとにリテラルを表す R ノードを作りました。これがプラスプラスメソッドの第1引数となる R ノードです。続いてプラスプラスメソッドの第2引数には new イコールマクロを使ってバインディングメソッドの呼び出しを表す R ノードを作りました。あとはこの文字列リテラルの R ノードとバインディングメソッドの呼び出しの R ノードを配列の R ノードにして、入球コールの第5引数に渡せば実装の大枠は完成です。早速動作確認してみます。変数 i に0を代入してプラスプラスを呼んで、その後 i の値を確認するようなスクリプトを書いてコンパイルコマンドを実行します。そうするとコンパイルは成功して無事 i にインクリメントされた値が代入されるようになりました。ありがとうございます。ところがですねこの方法にも問題がありまして、この実装だとプラスプラスは要するにインテジャークラスに追加したプラスプラスメソッドのエイリアスのように動作します。そうするとレシーバーが変数ではなくインテジャーリテラルであってもプラスプラスを呼び出したくなってくるんですけれども、実際にこれをやると
セグメンテーションフォルトが発生します。なぜかというと、この実装では変数名を取得するためにレシーバーの変数 ID が必要です。そのためにレシーバーのオブジェクトを表す R ノードが変数 ID を持っているという前提でそれを取得しようとしています。なのですが、レシーバーが変数ではなくリテラだった場合、この R ノードは変数 ID を持っていません。そうすると意図していないメモリ領域にアクセスしてしまってセグメンテーションフォルトが発生します。でこれはつまりプラスプラスを呼び出すときに、私たちは暗黙的にレシーバーが変数であることを期待しているということです。でこれこそが松本さんがおっしゃっていたインクリメントデクリメント操作にオブジェクト指向のセマンティクスを定義できないという言葉の意味ではないかと思います。プラスプラスは変数を操作するためのものである一方で、 Ruby にはメソッドで操作できるような変数オブジェクトは存在しないためです。ということで残念ですが、プラスプラスでメソッドを呼び出すのをやめて別の方法を考えましょう。こういうのはどうでしょうか。ここまででプラスプラスをメソッドのエイリアスのように扱う作戦では厳しいことが分かってきました。レシーバーが変数なのかリテラルなのかを考慮する必要があって、 Ruby のセマンティクスの中で整合性を取るのが難しくなるためです。ということでここまでの作戦は一旦忘れましょう。シンプルに考えると、我々が欲しいのは要するにプラスイコール1です。ということはつまりプラスイコール1と同じ構文義を作ればよいということではないでしょうか。 MRI のパーサーにはすでに変数 i プラスイコール1のような構文を解析する処理が定義されています。なのでスキャナーがプラスプラスを読み込んだときに、プラスイコール1を読み込んだときと全く同じ処理を行うことができれば、既存の構文解析のフローに乗ることができそうです。これはプラスイコール1のシンタックスシュガーのような感じで動作します。スキャナーは通常プラスイコール1を読み込んだとき、プラスイコールに対しては t オプラサイン、整数1に対しては t インテジャーという記号を返しています。なのでスキャナーがプラスプラスを読み込んだときに、同じようにこの t オプラサインと t インテジャーを両方とも同時に返すことができればいいんですが、残念ながらスキャナーは一度の読み込みにつき一つの記号しか返してくれません。なのでスキャナーが1つ目のプラスを読み込んだら t オプラサイン、2つ目のプラスを読み込んだら t インテジャーを返すようにスキャナーを改造するというのはどうでしょうか。でありがたいことに MRI のスキャナーは読み込み行の位置情報を持っています。具体的には行の先頭位置と終端位置と読み込みカーソルの現在位置です。今回の実装ではこれが使えそうです。具体的なスキャナーの動作イメージはこんな感じです。変数 i++ というスクリプトに対してスキャナーはまず i を読み込んでその記号を返します。そうすると読み込みカーソルが一文字分移動して、スキャナーは次の文字を読み込もうとします。ここまでは従来の動作です。次の文字は一つ目のプラスです。プラスを読み込んだら、ここですぐに記号を返さずにカーソルの位置はそのままもう一つ次の文字を確認するようにします。もう一つ次の文字は二つ目のプラスなので、スキャナーはこれがプラスプラスであると判断します。ここでスキャナーはプラスイコールを表す記号である t オプアサインという記号を返します。続けてカーソルが一文字分移動して最後の文字を読み込みます。最後の文字は2つ目のプラスです。2つ目のプラスを読み込んだら、カーソルの位置はそのまま一つ手前の文字を確認します。で一つ前の文字は最初のプラスなので、スキャナーは再びこれがプラスプラスであると判断します。ここでスキャナーは整数1を表す記号である t インテジャーに整数1という値を紐付けて返します。どうするかというと、 MRI にはセットインテジャーリテラルという関数が用意されています。これは整数値を表す R ノードを作って整数値を表す t インテジャーという記号に紐付けて返すという関数です。スキャナーが2つ目のプラスを読み込んだときに、この関数を呼ぶことによって整数1の記号と値を返すことができます。これでプラスイコール1を読み込んだときと同じ挙動を再現できるはずです。やってみましょう。で先ほども見たんですけれども、実解析を行うパーサー y/x 関数に読み込んだ文字がプラスだった場合の処理が定義されています。これを修正していきましょう。まずはスキャナーがプラスを読み込んだら、カーソルの位置はそのままその次の文字を確認します。次の一文字を確認するためにピーク C という関数が用意されているので、これを利用します。次の文字がプラスであれば、プラスイコールを表す記号である t オプアサインを返します。記号を返すとカーソルは一つ先に進んで、パーサー y/x は次の文字を読み込もうとします。で次の文字は2つ目のプラスです。カーソルの位置はそのまま一つ手前の文字を確認するようにします。そのためにピーク cn という関数を利用しています。一つ手前の文字もプラスであることが確認できたら、整数1を表すバリューを作ります。でこのバリューを引数に渡してセットインテジャーリテラルを呼び出して、その返事をスキャナーから返すようにします。
これによってプラスプラスを読み込んだときにプラスイコール1を読み込んだときと同じ結果をスキャナーが返すようになりました。ということでこの実装は完成です。動作確認します。コンパイルコマンドを実行するとコンパイルは成功して変数 i にインクリメントされた値が代入されますし、整数リテラルにプラスプラスを呼ぶとセグメンテーションフォルトが起こらずにシンタックスエラーが発生します。で、まあ、これは意図した通りの動作なので実装は成功です。たくさん拍手をいただけてすごい嬉しいんですけども、実はうまくいってなくってこれも実は問題がありまして、例えば i++×2 というスクリプトを実行したときに変数 i には何が代入されているべきでしょうか。これは言語デザインの領域の話になってくるので、まあ、いろんな考え方があると思うんですが、個人的にはまず変数 i に1が代入されて、その後2をかけた結果 i には1が代入されているのが自然に感じます。なのですが、実際にはこのプラスプラスはプラスイコール1と同じ意味合いなので、演算子の優先度の問題で 1×2 が先に計算されて、その結果が変数 i に代入されます。そうすると i には2が代入されてしまいます。で、まあ、これはプラスイコール1の挙動としては自然なんですが、プラスプラスの挙動としてはちょっと違和感がある気がします。で、演算子の優先度はパース y で定義されているので、プラスイコールの優先度をアスタリスクよりも高くすればこの問題は回避できるんですが今回問題になるのはプラスプラスの時だけで、普通にプラスイコール u π の優先度は変えたくありません。あるいは優先度を制御するために式の左辺とプラスプラスを括弧でくくるような構文儀を作ることができれば回避できるかもしれないんですが、そうするとちょっとスキャナーの挙動があまりにも複雑になりそうです。残念ですが別の方法を考えたいと思いますこういうのはどうでしょうか。一つ前の実装ではスキャナーでプラスイコール1を再現しようとしていました。なのですが、そうするとプラスプラスの後に式が続いた場合にそれを制御できないということが分かりました。これを回避するために式の左辺とプラスプラスの組み合わせを一つの構文として扱ってパーサーでプラスイコール1を再現するというのはどうでしょうか。やることは2つあります。まず変数 i++ のような構文を有効にするための記号と構文規則を改めて追加します。その上で構文規則のアクションの中で変数 i++1 を再現します。早速やっていきましょう。まずプラスプラストークンを表す記号として tincorp という記号を改めて定義します。続いてパーサー yyrex を修正します。プラスが2回連続で読み込まれたら先ほど定義した tincorp を返すようにします。スキャナーはこれで完成です。続いて新しい構文規則を追加します。パース y に変数 i++1 のようなスクリプトを解析するための構文規則を定義している箇所があるので、このあたりに追加することにします。追加する構文規則はこちらです。 var lhs rex context tincorp という記号の並びです。 var lhs という記号はプラスイコールの左辺を表しています。 tincorp はもちろんプラスプラスです。真ん中の rex context は今回あまり関係ないので割愛します。で、この構文規則を追加したことによって変数 i++ のような式が構文として有効になりました。それではこの構文規則の還元時に実行するアクションを定義していきましょう。まずはプラスプラスを読み込んだらスキャナーに対してこの式を終わらせることを伝えるためにセットレックスステートマクロを呼びます。続いてプラスイコール1を再現します。どうするかというと MRI には newOpAssign という関数が用意されています。これはプラスイコールやマイナスイコール演算子による式を表す R ノードを作るためのものです。プラスイコール1と同等の処理を行うために今回はこの関数を使いましょう。この関数は第二引数に式の左辺の値の R ノード、第三引数にプラスかマイナス、第四引数に式の右辺の値の R ノードを受け取ります。ということで newOpAssign に必要な引数を用意していきましょう。第二引数にプラスイコールの左辺の変数、第三引数にプラスを渡します。第4引数はプラスイコールの右辺の値です。プラスプラスの場合右辺は必ず整数1になるのでこれを表す値を作る必要があります。一つ前の実装で使ったセットインテジャーリテラルは記号に値を紐付けるための関数なので今回は使えません。整数1を表す R ノードを作る必要があります。ということでまず整数1を表すバリューを作ってこれを元にリテラルを表す R ノードを作りました。この整数リテラルの R ノードを newOpAssign の第4引数に渡します。最後にニューオープアサインの返してある R ノードを還元後の記号に紐付けます。これでプラスプラスの実装は完成です。では実際に動かしてみたいと思います。
で、今ご覧いただいているこのスクリプトがあるんですけど、見えます見えますかね。もうちょっと大きく。どうでしょうちょっと見えるようになったかな。もう一声ありがとうございます。まず i に0を代入した後、i++ を呼んでその返り値を確認します。でその結果 i の値がどうなっているのかを確認したいと思います。でその後 i++ かける2という先ほどの式を実行してこの返り値を確認した上でその結果 i の値がどうなっているのかを確認したいと思います。で最後ですね、 i++ の後に式が続いていてもちゃんと実行できることとその結果最終的に i の値がどうなっているのかを確認したいと思います。で私の手元に、コンパイル済みのプラスプラスを追加した Ruby があるんですが、まずはこちらではなくて、プラスプラスが入っていない普通の、Ruby 3.2.2 でこれを実行してみたいと思います。いきます。でそうすると、予測通りですね、4行目でプラスプラスを読んだ後5行目で早速シンタックスエラーが発生しています。 Unexpected Local Variable or メソッドということですね。でこれはプラスプラスを追加していないので、予測した通りの強度になっております。ということで、プラスプラスを追加した方の Ruby でこれを実行していきたいと思います。いきます。はい、そうするとありがとうございます。シンタックスエラー起こらずに、ちゃんと実行した結果が返ってきました。i++ の返り値が1になっていてその結果 i の値インクリメントされて1になっていてさらに i++ かける2の返り値が4で、i はインクリメントされて2になっていて最終的に i++ の後に式が続いていてもちゃんと実行できることとインクリメントされた値が代入されて i は3になっていることが確認できました。プラスプラスの実装は成功しているようです。で、ちょっともう一度スライドの方に戻りたいんですが、でこれで見えたし見えたしかと思いきやですね実はまだ問題がありまして、プラスプラスを新しく導入したことによって既存の文法が一つ壊れてしまっております。で普通の Ruby の場合プラスプラス、プラスをどれだけ連続して書いてもシンタックスエラーにはなりません。これは最初に見た通り2つ目以降は単行演算子のプラスとして見なされるためです。なのですがプラスプラスを導入した Ruby の場合プラスの後に数字を置こうとすると Unexpected Integer Literal でシンタックスエラーになります。ちなみに、右辺を括弧で囲んだりプラスプラスと単行演算子のプラスを組み合わせる場合はシンタックス OK です。でプラスプラスという新しい構文を導入した後の Ruby の世界において今の状況がこれは仕様として妥当なのかだったりプラスプラスと単行演算子の関係性がどうあるべきなのかというのは、改めて検討が必要です。でつまりこれは再び言語デザインの領域の話になってくるんですけれども、ひとまずここまでの実装ではこういった感じの仕様になっております。既存の文法を変えてしまったのでこの言語はもう Ruby とは呼べないと思います。この新しい言語にふさわしい新しい名前が必要です。ということで考えてみました。 Ruby にプラスプラスを追加したので Ruby プラプラというのはいかがでしょうか。リポジトリの方もぜひご覧ください。ありがとうございます。で最後にですね、金子さんは以前私にこうおっしゃいました。世の中には2種類の人間がいる。 Ruby に構文を追加するのに新しい構文規則を必要とする人間とそうでない人間だ。で後者というのはつまり、構文解析ではなく軸解析のレベルで新しい構文を追加するという意味だと私は理解したんですけれども、金子さんこれ合ってますか。そういう意味ではないではないらしいすいません、後ほど真意を確認しておきますで、これがどういうことを意味しているかと私が理解したかというと、今回はですねプラスプラスのために、最終的には新しい構文規則を追加したんですけれども、実際には、おそらく私が思いつかなかった他の方法がまだまだありそうということだと思います。でもっと言うとプラスプラスに限った話ではなく、こういうふうに MRA に新しい構文を追加するためのアイデアというのは実装者が思いつく限り広がっていきそうです。でさらにさらにここまでご紹介してきた通り MRI にはこうしたアイデアを実現するために便利な道具立てがたくさん用意されていることも分かりました。ということでこれらを駆使して次に Ruby に新しい構文を追加するのはもしかするとこの発表を聞きの皆さんかもしれません。それではここまで Implementing++ Operator Stepping into Passby という話をしました。今回の登壇に力を貸してくださった方々に感謝をしつつご清聴ありがとうございました。